はいどうも、マナマンです。マイクラブやっていきます。新しい監督を取りました。幽霊レコっていう監督で、フォーメーション4213。で、前の監督とは結構守備コンセプトとかは結構ちゃうね。初期の監督とはちょっと、違うんですけど、これでやっていこうかなと思います。メンバーは多分ほぼ一緒か。変わってないね、多分。では行きたいと思います。お願いします。まだ最初の方は弱い人とやっていきたいんだが、強い人と来たらちょっと泣いちゃいます。お願いします。すぐマッチングしない。お、来るかな？お、同じぐらいですね。ネイマールとクロースをサブに入れてる感じ。スターリングも持ってる。入れてきそうな気がするな。70代でまとめてる感じ。相手は。ちょっとユニフォーム、20周年ユニフォームに変えようかな。ウイレ20周年ユニフォームも。見にくい見にくいね。赤にしよう。やっぱオッケー。あれ、ネイマールとか入れてきてないな。入れてくるのか。スターリングは入れてるね。スターリングは使ってきてる。てかチームスピリット上がってるんやけど、61に。やべえんだが。てかクロースもいんのに使ってこらへんのか。読み合いかこれ使ってくるか使ってこないかの。成績見ようか。4割か。いやー、でも勝率とかな、もう今回もうわけわからんからな。結局んとこもし得点しだしたらもう大量得点になっちゃうから。ケチャップドバドバや。何が起こるかわからんけど、新監督初戦やっていきたいと思います。皆さんこんにちは。本日はレアルマドリー対ウィーユナイテッド、この試合の模様をお届けしてまいります。行きますよ。今日はジョン・カビラです。北澤さん、よろしくお願いします。結局ネイマールは使ってきてないのかな。さあ前半見ていきましょう。あぶね。いやー、真ん中やっぱ開くな。やばいやばい。ネイマールとかやってやばかったぞこれ。あぶねー。こいつも早いよな。自分で行く。うわ、怖え。新監督ヒットしてねえんだけど。オフサイド、オフサイドないのかよ。危ない。ナイスナイス。いけるんちゃう。さあベンゼマ、いい抜けてくる。きたー。オッケー。ネイマール。
ッケー。ウィーユナイテッド先制1対0。落ち着けるねこれで。シュート前の一歩で勝負。いやー抜けねえのか。スルーパスからの一発。タイミングバッチリでしたよね。これはバセルのってシンプルに見えますけど非常に難しいんですよね。取れる。このポイントしかないですからね。いやーなんでだ。難しいゴールになりましたよね。なんで俺は取れねえんだこれ。さあ、ウィーユナイテッド。やばい長いてる。ちょっとなんか。いや大きいですねこのゴール。リードしたこともありますけどもゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言いますよね。この後も流れに乗りたいですよね。スペースへ出す。ナイス。オッケー。いや前攻撃のあれが中央だったから今回サイドやからなんか全体的にやっぱ開いちゃうな。もっと中に選手のあれをポジションエディットでいじってる方がいいかも。やっぱサイドに開きすぎ。ほら前よりやっぱ開いてる感じする。まあ当然ながら攻撃エリアが変わってるけど、B ユナイテッドとしては2-0リードは大きいですよね。オーケー。 ES 前半で選手交代していいなこれ。 B ユナイテッド立て続けにゴールを決めてきます。力強く足を振り抜いたシュートをネットに突き刺さりました。ES 近く振り抜いたっていう感じでしたよね。 ES もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちが入らんかシュートでしたよね。はい、もう2点目のゴールです。おーマジか。さあウィーユナイテッド、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。くそーネイマール、トニクロース。さあボールキープをもうちょっとしっかりしてほしいぜ。トニクロース。オッケー。待って結局クロス使ってるんや。早くも2得点を取っているネイマール。いや素晴らしいですよね。ああオフサイドか。相手のディフェンスは対応考えないと、この勢いならさらに3点であるんじゃないかなと思いますね。いいな。そうですね、期待して見ていきましょう。スリートップいいな。でも4-1-3-2の監督を結構探してるんやけどまだいいのが全然出てこないんだけど、ね、出ろ出ない。あぶねー。こっからの高速カウンターでしょ。まあ、オフサイドやと思うけど。オフサイドない。オフサイド。オフサイドやね。まあ、あの一発でいける。おお、マジか。やっぱ早いんだな、スターリングダメ。ここで。サイドに開いてくれるから、でも結構面白いね、サイドに開くのも。めちゃくちゃサイドに開いてるからさ、選手が。なんか、ためとか作れたら結構面白いと思うんだけどな。ナイスキーパー、ナイスキーパー、ナイス、ナイス。危ねえ。これでサイドに、ここ真ん中めっちゃ空いてるもんね、ここ真ん中が。いやーパスが弱え。いやー結構でも面白いぞこれ。新しいまた攻め方を考えないといけないけど、システムが変わっちゃうと。うまいな。あぶね。今ずっと四角と×でもディフェンスしてるんだけどね。うわー取られるか。ちょっともうちょっと点取っとかないとちょっと怖いな、さすがに。うまい。センターバック安定してるからな。あり。出るな、出ちゃう。ちょっとパースが長すぎました。スターリング。難しいだろそこ。オッケーオッケー。
時計前半終了。いやー選手変えるかちょっと悩みどころやな。相手がネイマール入れてきたらちょっと困るけどね。まあいっか、このままいくか。相手が選手をどう入れ替えるかによってちょっと心理戦させてください。ウィーユナイテッドが3点差をつけ後半に向かいます。こっちから先に仕掛けるか変えるか心理戦で。2人変えだけでいいかな。とりあえず2人かな。 OK、まあ、これで負けたらもう最悪後半です。ちょっと丁寧につないでいこうかなちょっといきなりこけてるんだが。いけるわ。オッケーオッケー、大丈夫。いやーでもまあやっぱ攻撃のエリア中央のがいいな。やっぱなんか自分のサッカーではワンツーとかしていきたいからな。よし、オッケー。どこまで点差を広げるんでしょうか。OK です。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。中ケア、ね、中ケア受けての一つ積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。マジか。そうですね。うわー入るんだ。決めたー。あかんな、やっぱ無失点にできんな完封ができんで、ね、痛いよね。これ打つモーションまでの前が北澤さん、完封試合ができないっていうのはキレキレでしたね。そうですね。マジかよ。その中であれだけ冷静にね打ててますからね。シンプルな形ですけども狙ってなかなかできないですからね。いやーマジか。取れ。今の呼んだって真ん中。真ん中呼んだぜ。こっちでしょ。呼んでた。中に切り込んでくれたら面白いだけ。サイド使って。サイドのスペースを使う。いやーそっちか。スターリング。うん。スアレ。取れ。オッケー。とボールはスペースへ出す。うまい。スルーパスを出す。チップで落とす。いやー無理か。トニクロース。空振り。スカッとかわされるっていうね。前線へ。あかん。いやーそこにキープしとかなあかんかった。できる。はい。ここまでご覧になっていかがですか。ワンツーで B ユナイテッドとしては無理して人数をかけなくてもいくと見せかけて、今は守備に集中してコーナーキック、違ったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。この試合初めてのコーナーキック。よし、これをダイレクトで。いやー無理か。あれ決まりはスーパーゴールやねんけどな。前線へ出す。ルクレ、チェリシェフ、絶好の位置で受ける。オッケー、来た。来た、追加点。てか選手交代していいな。ちょっと選手交代させますか。さらに突き放します。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。そうですね、普段は絶対に開かない位置に今のはバイタルを作りましたからね。呼んでる、オッケー。まあフリーで受けて確実に決めるところは申し分ないですけども、やはり注目したいのはシュート前ですよね。うわー、サイド上がってきてくれたけど、サイドバック上がってきてくれたけど、空いてる、空いてる、オッケーオッケー。いやそこか、今の真ん中やぞ。ちなみにあのパスサーチ2に変えましたね。チェリシェフ、あーミスった。
フォアテス。ちょっと選手交代したいんだけど選手交代したいんだけど。ここはカットします。縦にボールを送ります。ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。いや無理か。この人は真ん中にやっぱ選手が固まってくる感じだね。このボールをカットします。前線へのボール、チェリシェフ、裏に味方を走らせる、フリーだ、切り込むか。いやー無理かキーパーキャッチングせず、あの空中のままクリアって。よし、やっと選手交代できるぜ。センターバックかな、変えるの。よし、両チーム同じタイミングで動いてきます。ビシェバンツ、クローストが下げてきたね。チェリシェフ、フリーで受ける。赤真ん中す、真ん中にめっちゃ固まってくる敵チーム。もう一つ前に行きたい、味方を走らせる。はい、オッケー、決まった、追加点、ウィーユナイテッド。いやー、やっぱ攻撃にかける人数も少ないから多いに変わったからめっちゃくちゃ前に集まってきた。まあ、言っちゃいいねんけど、リスクもあるからね。いい形でしたよね。なんといっても出しのタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。新しい監督で、うわぁ、今の通りは良かったなみたいな。できる、アディショナルタイムは3分という表示です。いいね。スルーパスを出す。どうする？いやー、パスで行きたかったんだけど。止めた。来たチャンスだ。打てるか。打ってみよう。なんだそれ。外れたところでホイッスル。試合終了。いやー、最後の締めが悪かったな。ユナイテッド勝ちました。完璧な試合運びを見せてくれました。OK。よし、順調順調。新しい監督はまあまあいい感じじゃないんかな。いやまだ分からんけどね。はい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。